はい、億万長者合宿をご覧の皆様、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回吉谷さんに提案したんですけども、吉谷さんからね、改めての提案をいただきました。吉谷さんもいろいろとね、ジョイントしたりビジネスしたりセールしたり、まあなかなか私の入り込む隙間がないみたいなんで、ちょっと一旦今回の私の提案はね、ちょっとお貸してください。私ね、とにかくね、その売上を欲しいとかなんとかじゃなくて、なんとなく思っただけなんですよ。本当にその辺ではね、もしかしたら誤解を与えてしまったのかもしれません。特にビジネスをしたりとか、何か高額な商品を売るつもりはなくてですねというよりも、この時期に高いものを売らない方がいいなとも思ってるんですよ。やっぱりいろんな仕事が低迷してきてですね、倒産したりとか、結構資金的に厳しいと、しかも先が見えない状態なんで、今ある手元のお金をどこに配分したらいいのかって相当迷ってるはずなんですよ。まあそういうところでですね、例えば私が45万とかっていうのをぶんどっちゃうと、多分生活立ち行かなくなっちゃうと思うんで、まあそれだったらね、セールする時期は私はいつでもいいんで、するにしても、それこそまあ夏でもいいし、来年でもいいし、収束してからでもいいかなと思いますんで、ちょっと今回はお貸しください。まあというのはね、最近また速稼塾の申し込みっていうか参加者が多くてですね、連日5件とか6件とか入塾してくださってるんですよ。でそう考えると、まあ駆け込みもあるんでしょうけどもね、私4月から値上げするよって言ってますから、値上げを表明したのが去年の12月だったんですけども、あれからね、現在世界で流行ってる病気のことを全然その時は考えてなくて、値段変更を、まあ、お知らせしたんですけども、ちょっとね、今の状況で何十万ってものは私は売れないかなと思いますね。売るのはちょっと気が引けると言いますか、それだったらしっかりと稼ぐ人をね、一人でも多く、門戸を広く設けて、速稼塾に関しては価格設定もちょっとね、見送った方がいいかなと思ってるんですよ。要するに現在の形のまんま、もうしばらくね、45万で一括全納っていうのはしばらく延期とかね、別の形を設けたらいいかなと思って、ちょっと迷ってますね。まあということでね、すいません、ズームライブはでもやってもいいかなと思うんですよ。でいただいた質問にお互い答えるみたいなね、まあその入場料は全額吉田さん持ってっていいと思いますんで、まあそういうふうなことでよろしかったら、ちょっと行き過ぎみたいな感じで私ともなんか対談ズームでできればね、面白いんじゃないかなと思います。まあ気が向いたらで構いません。私もどうしてもってわけじゃないんで、ただね、このやり取りがまあ1年ぐらいやりましたよね。で今回は合宿はちょっと無理そうなんで、まあなんとなくね、やってみようかなと思ったんですよ。このやり取りにメリハリをたまにはつけてもいいかなと思いましてね、そんな形でございます。よろしかったらまたご返信ください。ズームライブだけやりましょうとか、じゃあそういうことだったらこのやり取りのまんましばらく続けましょうとかね、そういった形でございます。で視聴者の皆さんにね、こういうふうな打ち合わせって通常限定公開でやるはずなんですけども、私と吉谷さんの関係ではね、限定公開ありませんので、全て裏側も皆様にお見せしながらやってますんで、まあ、プロモーションの打ち合わせってのはこんな感じで始まるんだよってことはね、ちょっと頭の隅に入れておいていただいて、参考にしていただければと思います。それでは吉谷さん、また返信お待ちしております。ありがとうございます。